八尾市は、大阪府の中郷う地域に位置する市、中核市に指定されている。大阪平野の中部、大阪市の東南部に隣接し、市域西側はむね平坦で標高は10メートル程度で、ある。市の東部は高安山をはじめとする急峻な、生駒山系が控えており、奈良県との府県境を形成している。市の南端を山和川が流れるほか、 旧山和川水系である長瀬川、玉串川などの消火線も見られる。市の南部には、八尾空港があり、陸上自衛隊の中屯地や、民間の小型航空機に供用されている。2013年6月3日、日本維新の会共同代表で、大阪市長の橋本徹と幹事長で、大阪府知事の松井一郎は、米軍の新型輸送機をスプレーの訓練について、 八尾空港を候補地として国に提案したが地元の田中聖太や尾市長は受け入れ反対を表明した。気候は西に大阪湾、東に生駒山地、大阪平野の中央部東に位置する地形的条件により温暖であり、瀬戸内海式気候に属しているため比較的降雨の日が少ない。年間平均気温は摂氏約17度。雪は 平地部では滅多に降らないが、1965年3月の大雪で商店街アーケードが倒壊したことがある。台風の影響がほとんどないため、住みやすい。年間降水量は約1340.5ミ、mm、リメートル。風速は年間平均約秒速2.8メートル。湿度は年間平均約58.0%。最高気温36.8度。 最低気温マイナス4.5度。八尾市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。旧文国では河地国に属する。古代においては河地湖がこの付近まで広がっていたと考えられている。 旧山和川流域の肥沃なデ出る立帯として、弥生時代から工作が行われていた。古墳時代には、多くの豪族がこの地一帯に勢力を維持し、生駒山地の麓に、数多くの寮母を増築した。その多くが現在でも、古墳として残っており、その数の多さから千塚という地名として残っている。飛鳥時代には、一帯は、物部氏の勢力圏下にあり、 その武具を製造する集団がいたとされているが、物部氏は、物部森屋の時に、蘇我馬子とこの一帯で戦い破れたために滅亡した。物部氏冒険一族の湯毛氏、クルス氏、矢は連などは引き続きこの一帯で勢力を維持し、特に湯毛氏の道教は、奈良時代後期の日本における実質的な最高権力者となっている。道教は当地に最強を増築したが、 失脚と共に歴史にうずもれてしまい、現在でも遺構は判明していない。朝鮮半島での白月の絵の戦いで敗北した大和朝廷は、唐の侵攻に備えるために、西日本で古代山城などの防御施設の整備を進め、この時高安山にも高安城が築かれたとされる。1978年に高安山頂から東へ約200メートル下ったところで遺構が検出され、 後に、人身の乱以降に再建された高安城の倉庫で、あると判明。しかし、1999年の調査で、高安山頂の北西約300メートルの場所で、河口岩を2段積みした石垣がおおよそ100メートル、続いているのを検出。その後の調査などから、城壁の高さは10メートルを超えるものであり、高安山の西側に張り出した尾根の先端を平坦に、 整地してあり、その周囲に石垣が構築されていたことが分かっている。奈良時代以降、この地域帯は、南波と山和国を結ぶ中継地として栄え、渋川道、十三街道などが設置され、さらに仏教の広まりとともに、寺院への参道として、市議道や東高野街道などが設置された。平安時代以降、平安系銭湯により、都から遠いこの地域の文化は衰退し、 かつてこの地域で勢力を保っていた氏族は衰退していった。この地域は多くの寺社や貴族の荘園となる。戦国時代から江戸時代初期にかけてこの一帯はたびたび合戦が繰り広げられる場所であった。初期に旧法寺や茅やぶりで寺院を中心に寺内町、観光集落が形成され、時の権力に対抗する勢力の拠点となった。また、 大阪夏の陣においては、北の若江、南の道明寺と並んで序盤の激戦地となった。江戸時代初期には、浄土新州の宗派対立を発端とし、八尾寺内町が創設され、現在の八尾市発展のもととなった。江戸時代中期、それまで八尾市域を貫流して、淀川水系と合流する流路を形成していた、大和川の付け替え工事が行われ、 境方面に流れるようになった。これによりたびたび水害に悩まされていた状況が改善されるとともに、大和川の付け替え後の川床は、新田として新規農用地の開拓が進んだ。川床跡の砂地は、木綿栽培に適しており、大阪という消費地が近かったため、商品作物としての木綿の栽培や、農村工業としての紡績が、盛んになり、 全国でも有数の裕福な農村となった。明治以降は大阪だけでなく八尾も綿子生産で繁栄したが、次第に外国産の安い綿花の輸入を求める声が宝石業界に強まり、ついに輸入綿花の関税が廃止され、八王の綿花栽培は大正末期までに急速に衰えていった。その後は綿を生産していた農家や工場が、 ブラシ生産に活路を見出し、いわゆる地場産業へと移り変わっていった。1889年には大阪鉄道、1924年には大阪電気軌道が開通。交通、物流の便が良くなったため、大阪近郊の手頃な住宅地、また工場地帯として開発されていった。戦後は道路網の整備も行われ、奈良街道に沿って、 国道25号が整備され、また、大阪万博開催に間に合わせるように、大阪中央環状線や大阪外環状線が共用開始された。かつては、流下地区に流下奏車場が設置され、物流の中継点となっていたが、その後の情勢の変化により廃止された。跡地は長らく放置されていたが、1997年以降に、ようやく再開発が開始され、 私立病院の移転をはじめ多くの施設が建設されている。定数は28人。2020年4月10日時点での開発構成は以下の通り。選挙区は八尾市選挙区。定数は3。大阪維新の会、公明党、自由民主党、平成22年国勢調査より前回調査からの 人口増減を見ると0.74%減の27万1460人であり、増減率は、四43市町村中25位、72行政区域中44位。コミュニティセンター、緑ヶ丘やあんなかを除く、各コミュニティセンター内には、市役所の出張所が置かれており、証明書発行や住所変更の手続きなどができる。大学、 短期大学高等学校中学校、小学校特別支援学校八尾市内全域の郵便番号は581から 00xx581 から 08xx となっている。八尾空港、八尾駐屯地近鉄八尾駅前八尾駅、八尾本線料金所 JTB の時刻表では八尾駅が中心駅と記載されているが乗降客数は近鉄八尾駅の方が多い。 一般的には東大阪市の方が中小企業都市、ものづくり都市として有名であり、出荷額、工場数などあらゆる面で東大阪市が八尾市を上回っていたが、平成19年に八尾市の製造業出荷額は東大阪市を抜き、その後も差は広まっており、もはや東大阪が大阪における中小ものづくり都市であるとは言えない。また、むしろ、 人口、市面積などを考慮すれば、臨海工場地帯を持つ、政霊指定都市境を模様がする産業都市であると見ることができる。歯ブラシの生産量が日本一で全国生産量の4割を占める。ただし、製造業出荷額の1%にも満たないため、歯ブラシの町というのは、経済実態とはかけ離れた視点であるとの指摘も多い。歯ブラシの生産が、 八おしをはじめかあち地方で盛んになったのは、かわち木綿の生産が衰退していた明治中期に新たな副業を求めていた農家と安価な労働力を求めていた大阪のブラシ業界の利害が一致したため、かつては綿業の副産物として、綿種油の生産も盛んであった。現在も長瀬川沿い付近には、油脂関連の企業が立地している。大阪外環状線より、 東側、公安残力には造園業者が多い。その他かつてブルボンも大阪市中央区、松山地道区河原町から関西営業所が移転してきたが、その後茨城市へ再移転した後、兵庫県神戸市中央区へ再々移転している。八尾市文化会館、あり八尾谷萩神社の胃腸の写真がしばしば、八尾市観光物の表紙を飾る。ありがとうございます。